平野紫耀滝沢秀明氏プロデュースのトベで CD デビュー。金プリの新展開に注目、未来に期待。ジャニーズ事務所を離れ、新たなスタートを切った平野紫耀に注目が集まっています。彼が設立したアーティストプロデュース会社、トベが滝沢秀明氏をプロデューサーと指摘をし、CD デビューを果たすとの報道が広まっています。これにより、キングピンス、 キンプリの元メンバーたちが個々の道を歩む可能性が浮上し、キンプリの今後に注目が集まっています。本記事では、平野仕様の新たなステップとキンプリの展望について探ってみます。平野仕様、ジャニーズ事務所との決別。2022年11月4日、平野仕様、神宮寺優太。 シユータの3人がジャニーズ事務所を脱退することを発表し、ファンに衝撃を与えました。キンプリの一員として活動していた彼らが、ジャニーズ事務所との契約を終了し、新たな道を歩むことを選んだのです。この脱退について、ジャニーズ事務所内部でも話題となりました。特に注目されたのは、事務所副社長である滝沢秀明氏の同時の退社でした。 滝沢氏はジャニーズアイランド社長として、ジャニーズ事務所の一翼を担い、多くのアイドルグループのプロデュースを手掛けてきました。彼が事務所を退社することは、業界内外で大きな話題となりました。戸部の設立と滝沢秀明氏の新たなプロデューサーとして、事務所を離れた平野耀は、その後、アーキストプロデュース会社、戸部を設立し、新たな舞台に飛び立ちました。 そして、この新たな舞台で、平野潮は滝沢秀明氏と再びタッグを組むことが明らかになりました。滝沢氏が戸辺のプロデューサーとして平野をサポートし、彼の音楽活動を手掛けることとなりました。このプロデューサーとしての協力により、平野潮の音楽活動が注目を浴びることは間違いありません。 滝沢氏はジャニーズ事務所内で数々のアイドルグループを成功に導いた実績を持つプロデューサーであり、彼が平野の活動に関与することで、その成功が期待されています。飛べでの新たなプロジェクト。女性セブンの報道によれば平野潮と滝沢秀明氏は飛べで新たなプロジェクトを進行中とのことです。 このプロジェクトには、神宮寺ゆうたと岸ゆうたも参加する可能性が示唆されています。彼らは戸ベに所属するわけではなく、個人事務所を設立し、エージェント契約を結ぶことになるとされています。 この新たなプロジェクトについての詳細はまだ公には発表されていませんが、平野志耀、神宮寺勇太、た、岸ゆの協力による音楽プロジェクトは多くのファンにとって楽しみな展開でしょう。キンプリの今後。一方、キンプリは残ったメンバーである長瀬角と高橋山の二人体制で活動を継続しています。 金プリの元メンバーたちがトベで新たなプロジェクトを進める一方、長瀬と高橋はジャニーズ事務所に残留し、グループとしての活動を続けています。この状況について、業界関係者は、金プリは今後、残留組と離脱組の対比が盛んに報じられるのでは、と述べています。滝沢秀明氏を中心にするトベと、元金プリメンバーたちの新たなプロジェクトが、 キンプリとの対比としてメディアで取り上げられることは間違いなさそうです。キンプリと東方新規、時事の比較。キンプリの今後について考える際、過去の事例を振り返ることも参考になります。スマップトップの比較がなされていますが、韓国のアイドルグループ東方新規と時事への事例も興味深いものです。 東方新規は5人組として活動していましたが、解散騒動を経て、部をとして再始動し、残りの3人は新グループチ,チとして活動をスタートさせました。このような事例からも、グループからの脱退や分裂が伴う場合、それぞれのメンバーが新たな道を歩むことが珍しくはないことがわかります。 キンプリの今後については、メンバーたちの新たな挑戦とそれぞれの成長が注目されるでしょう。平野志洋が滝沢秀明氏との協力により新たな音楽プロジェクトを進めている一方、キンプリの残留メンバーたちも精力的に活動を続けています。とべとの新たなプロジェクトが展開される中、キンプリと元メンバーたちの今後の活躍に注目が集まっています。 業界関係者やファンたちは7月に向けての新たな発表に期待を寄せています。今後の動向について引き続き注目していきたいところです。